おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はウェブ VR の説明動画を公開しています。ただ今日はですね、昨日もちょっと最後に言ったんですが、とボーナスで入るだろうお小遣いを当てにして、ピコ4を買ってしまいました。でそれをちょっと開封しながらどんなものかっていうのをしたいなと思います。開封の儀っていうとちょっと大げさかもしれませんけど、せっかく買ったので開けるところから、取って意味があるのかどうか分かりませんけど、まだフィルムも貼ってあるので、ちょっとフィルムを切るところから見ていただきたいと思います。切らなくてもなんか切り口みたいなのがついてるんですかね。なんか綺麗にパッケージされていて、確かメタの時はどっかめくるとピーッと剥がれたんですけど、なんか そういう感じのところがないので、とこちらがどこまで映ってるんですかね。この辺にちょっとなんか箱の切れ目があるって、この辺りちょっと裂いてみました。とフィルムがついているので、それをめくってですね、きれいにめくれるといいんですが、なんかここはなんかもしかするとまた見逃しているだけかもしれませんけど、なんかめくる用のラインかなんかがあったのかもしれませんが、こんな感じでめくっていって、結構綺麗な紫色がかかったと、結構キラキラした感じです。で、あ、この辺りはあのメタと一緒ですね。こう上に引き上げて開けると白い箱という感じで、カメラに映りきってませんけど、ここにピコと書いてあります。でどう開けるんですかね。上に開くんでしょうか。結構気密性が良くては感じですけども、上にスポットそうですね。はい、こんな形で、内側はこんな、わかりますかね。ああ、なんか形が合うようになっていて、ここにケーブル類が止まってますね。こちらが下で、これが本体で、まあ、こんな形でちゃんと収まるようなケースになってます。なんかこのまま机の上かなんかに置けそうでいいですね。でこちらのアセンブル、いろいろついてるアクセサリー系の箱がどうなってるんでしょう。引き抜くんじゃなくて、ここからこのまま開ければいいんですかね。外れそうな感じもしないではないんですが、うん、本来は落ち、こっちが外なので、あ、落ちてきますね。落ちてきました。あ、こんな風な感じでついていて、ここにすっぽり収まる、ここにすっぽり収まるような形でのキットが入っていました。こんな形になってるんですかね。こんな形で箱の中に収まっていました。で開けると、あ、これはストロー、メガネの、なんかこんな鼻のところにつけるシリコンが入っています。ってことはこれもシリコンなんですかね。あ、で充電キットですね。で充電キットでシリコンで、これが説明書で、またなんかちっちゃな箱が入ってますね。充電キットの中にさらにこんなちっちゃな箱が入っていて、これは何ですかね。あ、ストラップですね。ストラップが入っていました。はい、でストラップと
ノンタイトということですね。で、このちょっとシリコンですけど、あ、シリコンといってもちょっとや柔らかくはないですね。どう外すんですかね。あ、シリコンが落ちました。で、ここから開けれるみたいなので、映ってますかね、この辺で。あーはーはー。じゃあ私のようにやっぱり眼鏡かけてる人用のなんかスペーサーっぽいのがこれになります。眼鏡用のスペーサーで、シリコンじゃないですね、プラスチック製でした。で、鼻の頭とかあって、で、マニュアルを開けましょう。マニュアルを開けるといろいろ入ってますね。まずこれは何ですかね。これはクイックガイドなので、これに沿って、まあ、すぐ使おうと。これは次やりますか。で、それ以外はマニュアルですかね。で、こっちはセーフティー&ワランティーなので、と、まあ、感電しないようにとか、映りますかね、ここですね、感電しないようにとか、それからまあバッテリーのことだとか、そういうことが多分各国語で書いてあるマニュアルですね。最近まあいろんなものにこういうものが突き出しましたね。グローバル化のためだと思います、はい、世界中で。だからこれはまあちょっと本来読まなきゃ、一番読まなきゃいけないんですが、まあ、充電だとかバッテリーだとか感電だとか出たてで触らないでくださいになると思います。で、こちらがユーザーガイドですね。こちらがユーザーガイドで、これも言語がいっぱいあって、日本もありますね。下から2つ目のユーザーガイドということで、日本語のユーザーガイド、日本語でユーザーガイドが書かれています。はい。ということで、開けた感じはこんな感じですね。で、クイックガイドを見ていくと、こう映した方がいいんですかね。1番はコントローラーの電源を入れますということで、電池のシール抜いてくださいと。で、横のボタンを押して頭にはめて、で、見てくださいと。で、付属品のアクセサリーの説明があって、メガネをつける方はこれ、本当、メガネをつける方って書いてない。あ、でも書いてありますね。メガネのスペーサーって書いてあるので、メガネの方は、ちょっと太陽光で映りきれないですけど、メガネの方は、このスペーサー入れて、鼻の頭と、それからストラップをつけてくださいと。まあ、鼻の頭とこれとをつけますか。そう、外れるんですかね。あ、なんか、目玉のところもシールが貼ってあるので、あ、これも外さないと使えないので外しましょう。です。もう本当に目、レンズはすごく大きいですね。こんな形で、レンズは非常に大きいです。で、ここの鼻の頭につけましょうということなので、ここが外れるんですかね。あ、はまってますね。抜けそうです。結構柔らかい樹脂なので、割れそうな感じはないかな。うん、でもなんか、一箇所引っかかりがあって、外れました。で、これですね。まずは、これをなんかこのノッチに引っ掛けるみたいな、絵が映りますかね。ノッチに引っ掛けるみたいな形で書いてあるので、あ、ここにノッチがありますね。ここにノッチがあるので、どう、あはは、ちゃんとこんな風にこうパチンとはまるようになってます。パチッとはまりました。
こんな感じですね。で、メガネ、私はメガネをかけるので、こちらのメガネスペーサー、これをつけておこうと思います。なんかよく見ると、磁石ですかね。なんか金属がついているので、もしかするとパチンと磁力でつくようになってるのかな。あ、こっち側は、あ、でもやっぱり磁石でパチッと吸い付いた感じでひっつきました。いい感じですね。で、これで、うん、磁石でついてます。カチッと磁石でつく形になっています。で、鼻の頭のシリコンもついて、で、これを元に戻せばいいんですかね。これを本体側につけましょうということで、あ、本体側もやっぱり磁石でついてるのか。パチンという感じでいきましたね。はい、本体側も磁石なんだと思います。あと、この辺りのシールですね、これをちょっとめくりましょうか。めくると黒くなります。白のままでも良かったかもしれないな。で、これもめくりましょうか。これもめくって、なんかこれが排気口みたいで、で、これがまあ手先を見て、コントローラーなんかを映し込むためのセンサーですね。パススルーのカラーとか見てみたいんですけど、クエストの場合はパススルーにすると動画撮影できなかったので、まあ、パススルーがカラーになったっていうのは、もしかしたらこの、おお、磁石でついてるので外れちゃいましたね。しかすると、パススルーの映像を皆さんに見せるっていうのは非常に難しいのかな。そういや、あの、何かの動画では直接パススルーの様子をこのレンズを映してましたからね。もしかするとパススルーを直接映し込むのは難しいのかもしれません。で、こんな形で磁石でついているので非常に簡単に取り外しができますね。で、割とスムーズにここも回って、で、ここにも保護テープがついてますね。これを外して、ここをねじると頭のバンドの調整ができるというふうになってます。ここには保護フィルムついてませんね。これがスピーカーで、これで本体のセットアップができたということになるんですかね。クエストの場合はこのヘッドバンドを買うのに2,000〜3,000円かかっているので、それも含めた値段だと考えるとかなり割安だっていうような事前のニュースもありました。で、順番的にいくと、まずコントローラーの、そうですね、コントローラーはこれを引っ張って電源が入るということなので、両方とも、はい、電池の起動シールを外して、あ、なんか光り出しましたね。電源が入るとここが映ってますかね、青色で。あ、なかなか青色映らないですね。暗いところに置いたらこう映りますかね。ちょうど見えなくなってますか。あ、今光ってますね。ここがチカチカと光っていて、コントローラーがの起動中は青色で分かるようになってるみたいです。こんな感じですかね。握った感じはこんな風になるみたいで、ここを守ってる感じですかね。こう振り回した時に、ここはやっぱりここは当たっちゃうんですけど、親指の上、ここが当たらないような安全装置になってますね。はい、こういう形にのデザインになっています。で、この横のこっちが充電コネクタで、こちらが電源で、
長押しで外しました。あ、青色が光って電源が入ったみたいです。じゃあ早速かぶってみます。撮影は一旦ここで止めましょう。はい、ここからはちょっと私のぼやきみたいになるかもしれませんが、装着してこのまま撮らせていただこうと思います。もう電源が入って、映っています。こう映るのかな。あ、外すとなんか真っ黒になってるから、やはり顔を入れないと映像が見えないみたいですけど、やはりクエストと比べてかなり映像的にはいいみたいですね。でクエストは目の下から外が見えるんですが、そういう意味ではぴったりフィットして隙間がないです。ただここがこう動きやすいので、ちょっと下を見るときは割と開けやすいですね。でしっかりちょっと頭を止めて、ここ回して止めて、でコントローラーを持たせてもらって、で音は出てないんですが、非常にこう見渡しが良くて、私の好きなストアトレックのコクピットみたいな部屋が見えています。で皆さんにどんな風に顔が映ってるのか、なんか動画撮ってるんですが、あ、映ってますね。はい、両手で持ってこちらのコントローラーのトリガーを押して、進むボタンを押せと。で今言語選択でデフォルトで日本語が選ばれています。で、地域を選択で日本で、ネットワークを選んでくださいということで、ネットワークの設定がやはり一番目に来るみたいですね。とネットワークに接続できませんでしたということで、とそうですね、ネットワーク、携帯のテザリングのネットワークを探してみようと思います。ちょっと一旦止めたいですけど、本当にクエストの場合は下を覗き込んで止めてたんですが、はい、ちょっと一旦動画を止めてテザリングでつないでみようと思います。はい、とテザリングで、私の携帯のテザリングでネットにつなぎました。テザリングでも無事につなげたみたいです。はい、で本当に早くパススルーにしたいですね。はい、本当に隙間がないので、すごい没入感が高いのだと思います。でサインアップしてくださいということで、すでにお持ちですかお持ちないですかっていうことで、 E メールアドレスを入れてサインをしなさいと言われています。はい、ではサインインをします。この辺り長くなりそうなので一旦止めておこうと思います。はい、アカウントが無事できて画面が切り替わりました。インターネットにつなぐと、とアカウントを設定するみたいです。必要なのはメールアドレスでした。はい、私は Gmail アドレスを使わせてもらいました。はい、で、データをピコと共有しますかということで、まあ、ここは好きに選んで、で、十分に設定するまで後ろ、日本語でちゃんとチュートリアルでできますね、言語を選んでいるので。で、頭でしっかりかぶって、次へを押してくださいと出ています。で、ここで、プラスまたはマイナスを選択して画面が選定になるまで動向感調整をしますというので、割と鮮明なんですけど、うん、なんかこうコントロールで動かして広げていくと、あ、確かに真ん中の点が、あ、鮮明になって、私の場合は割と狭めですかね、 62.5mm でちょうどいい感じです。自動でできるところがいいですね。お、カラーのパススルーになりました。でいわゆるクエストでいう
ガーディアンの設定になりました。デフォルトとカスタムでいろんな形にしたり、デフォルトでもできるみたいです。デフォルトで選びました。ポジション、座ってるのか立ってるのか、境界のサイズは大きいのか中くらいなのか、大きいのかを選んでくださいと。ちょっと大きめにして、で、グリッドが床に高さにあることを確認します。うん、まあ高さにありそうですね。で、VR ワードに入る。これで、ピコエクスプロシステム更新してくださいになりました。で、オンラインアップデートしておきましょうか。で、オンラインアップデートで、結構でかいですね。1254MB だから 1.25GB をダウンロードで、今、1,2,3 とカウントダウンが始まりました。これはかなり時間がかかりそうで、まあ、テザリングでやってるんですが、まあ、1.2GB、まあ、なんとかなるでしょうということで、システム更新をしていますと。この間に何かできないんですかね。ユーザーセンターっていうのをクリックすると、うん、なんか、E メールアドレスが出てきて、キャラクターがあって、なんか名前がピコファンズで、なんか名前がついていて、このユーザー名は絵文字なしで20文字。うん、で、半角ですかね。言語選択ができなさそうなので、私の好きな名前でユーザー名使えるかな？お、ユーザー名、ブラックスミス、鍛冶屋がそのまま使えました。あと、いろんなメニューがありますね。皆さんにどんな様子か見せるために、画像の共有みたいなので、この見てる映像を撮れるといいんですけど、なんか 8K のビデオがデモ画像として入ってますね。で、Android 君のマークがあるので、Android なんですかね。ビデオ、画像、リモートプレイがありません。ローカルネットワーク、ライブストリーム、すべてのファイル。まあ、このあたりは Android なんですかね。録画する機能、エクスプローラーにようこそということで、おすすめが出る。なんとなく、まあ、こう、パッと見の最初の入り口は、メタクエストと同じような動きです。うん。なんか、録画ボタン、もしかしたら録画ボタン、この赤いボタンがあるので、これを押すと録画できるのかな。メニューがついたり消えたりする。X ボタンの横。あ、メニューがついたり消えたりするだけですね。紫の丸。うん、これもメニューの表示、非表示みたいな感じですね。メニューボタンは音が出るようになりました。あ、スクリーンショットが撮れたみたいです。今日はこれぐらいにしますかね。はい、じゃあこの辺りで止めようと思います。はい、もう動画の撮影25分になっているので、今日はこの辺りで止めさせていただいて、まあパススルーがすごく綺麗だったなという感じがしました。あとはそうですね、アップデートが済んで画面が撮れるようになったら、まあ、自分が作ったインタラクティブな JavaScript の動きとかを比較動画ができればなと思ってますので、まあ、そのあたりをですね、使い方が馴染んでからこの続きは皆さんにお伝えしたいと思います。今日はとりあえず Pico 4ですね、お手頃な価格、まあ人によると思うんですけど、ちょうどメタクエストプロが22万っていうので出たので、あれはちょっとさすがにボーナスでも手が届かないので、まあちょっとこれをいろいろ触ってですね、メタクエスト2、クエスト2とどれぐらい違うかっていうの
まあ、感じてある程度分かったらお伝えしていきたいなと思います。はい、今日はちょっと予定を変更してピコ4の開封を皆さんに見ていただきました。30分近い動画になってますが、皆さんにとって意味のあった動画になっているかどうかは分かりませんが、私の、まあ、記録動画として撮らせていただきました。ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に木金動画は WebVR、 月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.